全国各地で今年一番の厳しい暑さとなった11日は、熱中症での救急搬送が相次ぎました。熱中症とみられる症状で救急搬送された人は、関東地方1都6県と山梨県で少なくとも150人に上りました。35.2度を記録し、関東で最も暑かった茨城県の笠間市では、正午過ぎに84歳の女性が農作業中に意識が薄れて倒れたほか、16歳の女子高校生が高校野球の試合を観戦中に救急搬送されました。また東京都内でも46人が病院に運ばれました。重症者はいませんでした。日曜日も北海道や福島、京都などで35度と平年を上回る暑さが予想されています。